に備えての心得などは船内に掲示してありますので、あらかじめお確かめください。また非常の際には乗組員の安全誘導に従って落ち着いて行動くださいますようお願い申し上げます。ただいまより救命胴衣の着用方法をご覧いただきます。救命胴衣は皆様方のお席の下および収納ボックスにございます。 Attention please. Now we show youWith the life jacket. In case of emergency, stay and follow the crew's instructions. Thank you. まず救命胴衣に両腕を通し、前のファスナーを閉じます。次に胸の部分の胴体をしっかり結びます。裾の部分の胴体をしっかり結んでください。以上で完了となります。ご不明な点がございましたら、お手近の乗組員にお尋ねください。なお船内に備え付けの器具につきましては、安全確保のためお手を触れませんようお願いいたします。ありがとうございました。流氷観光砕氷船オーロラをご利用いただきまして誠にありがとうございます。これより約60分、冬のオホーツク観光の代名詞流氷のドラマを満喫していただきます。本船は全長45メートル、幅10メートル、最大定員450名の流氷観光砕氷船で、世界で初めて観光を目的として造船された砕氷船です。流氷を船の重さで砕氷して進んでいきます。砕氷の様子をゆっくりお楽しみいただくために、氷解速度を下げて航行いたします。またその時々の流氷の分布状況や気象条件により航路を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。なお売店コーヒーショップをご用意しておりますのでご利用ください。また各階段の上り下りの際には足元に十分にご注意の上、必ず手すりにおつかまりの上ご利用いただきますようにお願い申し上げます。白いでしょ、見える。もうちっちゃすぎて見えねえよ。あ、見える見える。おー、キャー、はい、めっちゃ見てみた。うん、あ、おかけか。その形にちなんで帽子岩と呼んでおります。
こうじゃない。どれ。市内に面する網走市は北緯44度、東経144度15分に位置し、人口約3万8千人。漁業、農業、観光が主な産業の町です。網走は一年を通して観光資源の豊富な地域で、明治の終わりから実際に網走刑務所で使用されていた建築物群を移築、保存、公開している博物館網走監獄をはじめ、国の名勝に指定されたテント山には一年中本物の流氷で流氷体験ができるオホーツク流氷館。世界の北方地域で暮らす民族に関する収蔵品を展示している北方民族博物館。オホーツク文化の代表的な遺跡として発見、当時の状況で復元展示しているおよろ貝塚館など、数多くのオホーツク文化に触れることができます。初夏から秋にかけて野生の花々が咲き、ラメサール条約登録湿地に指定されている東仏湖畔には、春から秋にかけて馬が放牧され、天気の良い日にはシャリ岳をはじめとする知恵とこ連山をご覧いただくことができます。毎年冬になるとシベリアから飛来してくるオオハクチョウなど野鳥の宝庫でもあります。玄関の中、結氷した湖上でのワカサギ釣りが楽しめる網走湖。予備湖地区から大空町にかけての湿地帯には尾瀬をしのぐほどの水芭蕉群生地があり、能取湖畔には塩分を含む湿地帯に自生する白血草の群落が、秋になりますと湖畔を赤く染め、まるでサンゴの赤い絨毯を敷いた感じを思わせるほどの美しさで魅了します。北海道オホーツクの観光拠点都市網走、海、山、湖の大自然に囲まれた美しい街です。周辺には世界自然遺産知床をはじめ、阿寒国立公園や網走国定公園など四季折々の観光資源に恵まれています。網走は海と大地の大きな風景と流氷が訪れるロマンあふれるオホーツクの街です。なんか入らない？うん、入るか。そろそろいっぱい撮ったし、このカメラを。お、お城だあれ。ほら、白押し発見。いっぱいだね。それは飛んでたの？あれ、飛んでた。飛んでた。飛んでちゃった。早い。いや、あっちこっちにいるんだよね。本当。あの奥にもいるし。見える。見えない。あのね、奥にいるんだよね。本当。あ、いた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 、ほらほら。これカメラ。水平線の彼方に長く突き出た美しい山々は知床連山です。標高1661メートルの八ヶ岳を筆頭に1500メートル級の山々が続いています。こっちにもいる。富士山のようになだらかで優美な姿を見せているのはシャリ岳です。誰もいない。前方の一番突端に日本最後の秘境知床が青く霞んで見えるはずです。知床はその大自然の貴重な動植物や考古学上の遺跡を保護する目的で、昭和39年に国立公園に指定され、その後平成17年7月にはその美しさが認められ世界自然遺産に登録されました。春から秋にかけての観光シーズンになりますと、知床半島を巡る奇跡の知床観光船オーロラが原始の姿を間近に見せ、知床半島ウトロは溢れんばかりの賑わいを見せています。ぜひ大自然の素晴らしさを体感してください。あ、ほんとだ、凍ってるぞ。
もっと食っちゃったんじゃないけどね。食っちゃったら、待ってください。本当だ。あ、本当だ。俺のさ、ピロコちゃん、全然もない。お前の手のだ。どれぐらいですか？20度違うぐらい。ありますね。お前のまた前だったね。でも寄ってってる車、車じゃねえや、船寄ってってるよ、ゴジラも。ほんと？うん、左に旋回してってる。うん、まあ、逃げられちゃう。でかいよね、やっぱね、この距離であんだけでかいんだから、ね、見えるんだからね。羽広げた時が2m から2m50って書いてあるね。へー、座ってるだけ90センチあるから。でっかいわ。北海道、でっかいと。北海道、でっかいと。迷彩おじさんとか。からフレームインしてきて。あそこだよ。あっちの方に。あ、そこでしょ。そこちょっと見える。うん、ここからでもよく見える。私はね、撮ろうと思えばね、いつでもね、仕事行くときに、ね、撮れるんですよ。流氷にいるっちゅうのはいいんじゃないの。大丈夫、バッチリ撮ってる。でかいな。
音消してさ、なんか音楽入れてさ、2、3分やると見やすい。天敵人間しかいないからね。ここに来たら王様なら怖いもの知らず、
氷観光埼京線オーロラ通にご乗車いただきまして本当にありがとうございます。お客様にご案内いたします。ただいま1階におきまして売店を開店いたしております。売店ではお菓子類や本店のオリジナル商品、流氷の天使クリオネの商品、また職人手作りのオーロラ木彫りキーホルダーやオリジナル DVD 流氷などを販売いたしております。2階フロアにおきましてコーヒーショップを開店いたしております。コーヒーショップではホットコーヒーや網走の和牛を使用した店内限定販売の和牛肉まん、網走の青色の地ビール流氷ドラフト、また本線オリジナルデザインのタンブラーも販売いたしております。どうぞご利用くださいませ。もちろんだ。本線の左手前方、氷の上に天然記念物の大鷲とオジロワシです。左手前方、天然記念物の大鷲とオジロワシです。レフトサイド、ホワイトテールズシーイーグル、アーツステアルシーイーグル。